お疲れ様でございます。今日のね、お話はね、こちらでございます。ロックダウンによって起きたメリット、デメリットをね、お話ししてみたいなと思います。先日なんですがね、私ね、こういう本読みました。リチャード・ホートンさん。この方ね、イギリスのね、医療系の雑誌の編集長をね、されてる方なんですが、まあ、この方がね、書かれました本、こちらですね。なぜ新型コロナを止められなかったのかというね、本をね、先日読みました。まあね、私ね、まあ、英語はね、読みませんので、このね、吉峰秀美さんという方がね、翻訳されたこの本ですね。まあ、この本を読んだんですが、まあ、この本、まあね、タイトルの通り、まあ、新型コロナウイルスについてね、まあ、いろいろとね、細かくね、まあ、分析されたね、本なんですが、実はね、まあ、この本の中でね、こんなことをね、書かれておりました。新型コロナにより、全世界で起きたロックダウン。経済的影響以外にもメリット、デメリットっていうのがあったんですよというね、ことをね、この本の中でね、書かれておりました。今日はね、ちょっとね、そんなね、まあ、ロックダウンによってね、起きたメリット、デメリットについてね、お話ししてみたいなというふうに思います。今日のね、今ね、このね、動画をね、収録してますのが、これですね、5月の17日、2011年の5月の週17日、月曜日でございます。実はですね、私の住むね、この岡山県も、昨日からだったかな、5月の16日だったからかな、緊急事態宣言というのがね、起きまして、まあね、不要不急のね、外出を自粛しましょうということでね、まあロックダウンではないんですけどね、まあ緊急事態宣言というのはね、発令されました。昨日はね、もうほとんど、まあ土曜日、日曜日はね、ほとんどずっと私ね、家にいたんですが、日曜日、まあ昨日はですね、まあちょっとね、まあジョギングするときにね、少しね、まあ外出したぐらいですかね、まあ、ジョギングした時にね、まあ、ショッピングモールの前通ったんですが、まあ、ちょっとね、車は少なかったかなと。そして今日はね、朝ね、会社に行ったんですが、まあ、出勤中もね、まあ、普通ぐらいにね、人がいたのかなと。まあ、日本の場合はね、ロックダウンというよりもね、緊急事態宣言なのでね、まあ、ロックダウンとはちょっと違うんですが、まあね、そんなね、まあ、全世界ではね、ロックダウンというのはね、まあ、大体ね、今、だいぶ収まりつつあるのかなと思うんですが、まあ、とはいえね、この1年でね、ロックダウンをね、経験した国、かなりね、多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういった国々でね、まあ、デメリット、メリットっていうのがね、あったんですよね。ちょっとね、まあ、簡単にご紹介すると、まずね、ロックダウンによって起きたデメリットってとこですね。実はね、2つあります。家庭内暴力とね、児童虐待。これがですね、非常にね、まあ、多くね、世界中で起きたそうでございます。まあね、ロックダウン、まあ、家でね、自粛を、まあね、巣ごもりするっていう中でいくと、まあ、どうなんでしょうね。やっぱり家の中でね、ずっといるとですね、まあ精神的に病んできて、そしてね、まあね、やっぱりこう力の弱い女性であったりとか、あとね、お子さんにですね、暴力を振るってしまうというね、事件、まあね、事象がね、多発、全世界的にね、多発したようでございます。まずね、家庭内暴力でいきますと、パンデミック関連の規制によってですね、1500万件もね、増えたそうでございます。まあね、この1500万件というのはですね、まあ、全世界的な、ね、ところなんですが、まあ、とはいえね、1500万件ってすごい数ですよね。まあ、家庭内暴力なんでね、まあね、まあ、主にはね、やはりね、奥さんであったりとか、子供さんにですね、暴力を振るうというところでしょうね。そしてね、次、児童虐待ですね。まあ、子供さんへ暴力を振るうというところではですね、これね、実際ね、イギリスでね、統計をね、取られているものなんですが、イギリスでは、児童虐待の件数が、まあ、前年と比べてね、20% もね、増えたそうでございます。まあね、まあなんとなくね、こうね、私もね、まあ子供いますんでね、わからんでもないんですが、やはりね、家でずっといるとですね、やっぱりね、ちょっとね、こう、気がめいてくるところありますよね。まあそういったね、まあ大人の事情っていうのは、まあ当然ながらね、子供にはわかりませんのでね、まあ子供はね、まあいつもと同じように、まあもしくはね、なかなか外で遊びに行けないんでね、お父さん、お母さん、まあちょっと遊びに行こうよ、みたいなね、なんで行けないのとかってね、いうふうになってくると、まあ親もね、ちょっとイライラしてしまってね、まあ暴力を振るってしまうっていうところがね、まあもしかしたらね、こういうね、20% 増えた要因かもしれないですよね。でね、まあね、家庭内暴力、まあこういう児童虐待、まあ当然ながらね、まあやってはいけないことなんですが、実はですね、まあ最悪なケースっていうところをね、考えるとね、こんなことになるんですよというところがね、出ておりました。これがですね、まあ非常に有名なアメリカのですね、まあ非常に有名な、大学、ジョンズ・ホプキンス大学ですか、がですね、まあ研究した結果なんですが、最悪のケースでは児童虐待で120万人の子供、そしてですね、家庭内暴力で5万6700人の妊婦が亡くなる可能性があるそうなんですよね。ということで、実際ね、亡くなってるわけではないんですが、まあね、いろんなね、こう、統計を取ってみて、まあ、最悪な結果としてはね、子供が120万人の子供が亡くなり、そしてね、5万6700人のね、妊婦さんが亡くなるっていうね、可能性があるそうなんですよね。まあね、ちょっとね、驚きのね、数ですよね。
ていうね、こういうね、まあ、いわゆるロックダウンによってね、まあ、デメリットっていうのはね、こういったね、ことが、まあ、家庭内暴力、児童虐待というのは起きるんですが、実はですね、ロックダウンによってですね、まあ、メリット、まあね、良くなった部分というのもね、あるそうでございます。今回ね、3つ挙げてるんですが、1つはですね、交通事故のがね、件数はね、減ってるそうです。まあ、当然ながらね、まあ、ロックダウンになるとですね、まあ、外に出ていきませんので、まあ、当然ながら車を乗る、機会も少なくなる。ということはね、交通事故自体もね、減るっていうのがね、これで全世界的にね、交通事故の件数が減ってるそうでございます。そしてこれもね、全世界的にね、まあ、良くなってるのがですね、大気汚染ですね。これもね、減少してるそうでございます。まあ、当然ながら、まあ、ロックダウンするとですね、経済活動っていうところはね、止まってきますよね。となってくるとね、まあ、工場のね、ラインとかがね、まあ、工場とかね、稼働しなくなってくると、まあ、大気汚染自体もね、少なくなってくるっていうところではね、まあ、ロックダウンによって、まあ、起きた、まあ、意外なメリットっていうところでしょうね。そしてね、大気汚染がね、減少するとですね、同じようにですね、温室効果ガスもね、減少しているそうでございます。まあ、当然ながらね、まあ、工場が動いてなくて大気汚染の数が、大気汚染が、まあ、少なくなると、まあ、当然ながら温室効果ガスの、ね、排出もね、減るっていうところはね、ありますよね。というところで、まあね、ロックダウンによってね、まあ、こういったね、意外とね、メリットもあるんだというところですよね。まあね、なかなかね、このね、ロックダウンによって、まあ、起きるメリットとね、デメリット、両方考えるとですね、どっちがいいんだっていうのはね、なかなか言い難いんですが、まあ、とはいえね、やはりね、まあ、ロックダウン、まあね、まあ、必ずしもね、どの各国もですね、起こしたくてね、起こしてるわけではないのでね、やはりね、まあ、ロックダウン起きない方がね、いいんじゃないかなっていうところはね、ありますよね。まあ、新型コロナウイルス、まだまだね、流行、まあ、しております。まだまだね、まあ、落ち着く、まあ、収束しそうなね、気配というのはね、なかなか見えてこないんですが、まあ、とはいえね、やはりね、こう、まあ、ワクチン接種なんかもね、進み始めて、まあ、全世界的にね、進み始めて、少しね、まあ、光明の光がね、ようやく見えてきたのかな、というふうなね、ところはね、感じるところありますので、まあ、もう少しね、皆さんもね、辛抱して、まあ、まあ、ロックダウンにね、また緊急事態宣言がね、まあ、まあ今ね、起きているところですけど、まあこれ以上ね、拾わないようにですね、まあ皆さんもね、まあ十分ね、こう感染症対策をしながらですね、まあ日々ね、まあ過ごしていただければなというふうに思いますし、またですね、もしね、またこういうね、ロックダウンとかっていうね、言葉を聞いた際にはですね、まあロックダウンによって起きるデメリット、メリットっていうのをね、今日はね、頭のね、片隅にでもね、置いといていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、ロックダウンによって起きたメリット、デメリットというのをね、ご紹介してみました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。